Numbers Thanks 話すのをやめてください。もうこれも簡単じゃん。 Stop talking please じゃない。そうですよ。そう、Stop talking でいいんですけども、なんでここ星印かっていうのをね、ちょっと考えてほしいんです。同名詞も、うん、トゥードゥもどっちもそのすることっていう意味を表せます。で、今日何回も言ったのは大丈夫そう。で、ナンバーワンのところで音楽を聴くのが好きです。で、I like to,、うん、I like to listen to the,、I like to listen to music. で、うん、最初リュウさん言ったんやけど、うん、それも間違いない。もう合ってる。合ってるけど、今日は同名詞を使ってただけ、I like listening to music にしてもらったよね。うん、でも、どっちでも大丈夫、実際は。うん、でも、この6番のに関してはね、話すのをやめてくださいって、うん、もし、to を使いたかったら、なんて言う？ゆうさんやったら。Stop to talking. to の後はど、原型だよ。Talking. Talking は NG だよ。そう、正解、ここで自分が言ってほしかった正解っていうのは Stop Talking で、だけもう Stop Talking、うん、リュウさんここ 100点もらっとんやけど、うん、この星印っていうので、その、うん、もし To を使ったらなんて言うかな。 Talking の原型は Talk。 そう、 Stop to Talk ね。 Stop to Talk。 そうなんですよ。でもね、うん、ちょっと書くの待ってね。もうストップ to まで書いてあるよ。めちゃくちゃね、大切なの、うん、やめてください。ストップとかみたいにそのいろいろな解釈できる子じゃ、例えばさ、そのストップ to talk って言ったら、うん、話すために立ち止まってくださいって意味になるんだよ。ほう、はい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 。でもストップ talking って言ったら話すのやめてくださいになるんだよ。うんうんうん、どっちもあの文法上は間違いないんだけど、意味が違うんだよ、うん、なるほど。なんでかっていうと、ストップっていうのがいろいろな意味に取れるじゃん。立ち止まるとか止まるとかさ、やめる、うんうんうん、で、そうそう、だけそういうところでそのニュアンスの違いというところで意味も変わってくるんだよね。はいはいはい。だけどこの時話すのやめてくださいっていうところは ING を使ってほしいの。でもしここでずっと今日出てくる to を使ってしまうと意味が変わって、うん、話すために立ち止まってくださいっていう意味になる。うーん、なるほど。 remember、 remember、 覚えているっていう動詞がもう、うん、I remember submitting my assignment、うん、と I remember to submit my assignmentで、remember っていう動詞の後にも、うん、まず ing 同名詞と to do 不定詞って言うけど、どっちも持つことができる、できるけど意味が同じく変わってきて、うん、remember submitting、 remember プラス ing だと何々したのを覚えている、うん、はいはいはい、っていうのに対してもし to を持ってくると何々するのを覚えているっていうのになる。今言った文で言うと、宿題を出したのを覚えているよっていう文と、宿題を出すのを覚えているよっていう文。例えば、私、宿題をするのを忘れた、宿題をしたのを忘れたとね。するのを忘れたと、したのを忘れた。そう。で、例えば、I forgot、なんて言うけ、宿題をしたのを忘れた。うんっていうのだったら、宿題は実際にしとるじゃん。しとるけど、その実際のこと自体を忘れとる。けど、宿題するのを忘れたって言ったら、宿題はしてないんだよ、結局。はいはいはい。でも、その、この文の中における方法と、うん、時制はどっちも同じなのに、その宿題をしたかしてないかっていうところの時制は変わってくるんだよ。うん。めちゃくちゃややこしいでしょ。うん。一、うん、個覚えんでも、この to do っていうのと同名詞の違いっていうのは結構明確にあって、そこさえ押さえとけば、こう一個覚えんで大丈夫。分かった気がする。